前回までのあらすじ、いきなりなんか代表になって陰キャを攻略することになったよ。好きな子を選んでね。もちろん選ぶのは大大くん。あるんですけど、おためきやりました。ああ、オタクのときめき、同人の恋愛ゲーっすよね。最近ちょっと盛り上がってるじゃないですか、シャベッターで。ワイもタイムラインで見た。あれ、ワイやってないんですよ。どうでした？有料版で買いましたけど、まあそこそこ面白かったですよ。ああ、そうなんだ。面白いんだ。何かご懸念が？なんかバズらせるためのわざとらしい場面ばっかりなのかと思うと、あんまり手が伸ばせなくて。会長さん、だいぶシャベッターに毒されてますね。それ一番言われたくないやつじゃん。コンテンツを順調に楽しむ無垢な心を失った。そういう意味では、こういうコンテンツを楽しむ時の大大君は会長さんが唯一模範にすべき点だと思いますよ。クリクリ、ズリズリと足を引きずる音が近づく。そしてドアが開く音がした。やつが来る。いやー、ギタミ運営くんさ、運営くんさ、今のガチャボス勝ちすぎてくさ、キャメンターでバズったからって赤字込み売りすぎてきた。ギタミファンのことバカの金ずっとしか持ってない。模範にすべきでない状態のが来ましたね。ダイダイくん、おためきやりましたか？あれですよね、オタクのときめき、彼女にああいうオタクいるよなって思ってガッツリ言われましたね。見たことありますよ、ああいう早くオタクいるよなって思いました。あ、でも、あの先生自身は女の子に感じるようにできないというか、急にタクに入ってオタクにお気持ちも送りますし、そうならしいものなのクソだなって思いましたね。あの、全然人いたらそこに追放でしょ。あ、そう、あのちょっとしたゲームといいリアリティが高すぎますよ。もっと話し物って聞いてくれて一緒に行って楽しんでくれる方がいたら嬉しいと思いますけどね。しかも、あのこれキャラクターのオタク属性が確定する問題なんですか？何 PS プレイヤーが最優ですか？だよなキャラ作ってオタクに恋とかいいよなみたいな雑談ありますよね。さ、さでしょ、しょ、しょ、目にしたと思ってきた。目にぐらいの違いでしたね。あんまオルファーぐらいの2000万ぐらい買ってきてる。ね、ダイダイ君は買ったおためきを存分に楽しんでいるようですよ、会長さん。見習わなくては。コートさん、ちょっと待ってください。どうかしましたか？どうかしましたか？あれですか？あのゲーム落とした、落としちゃった、あのネタですか？急に振らないでくださいよ。急に振られても返事できないですから。はい、落とす、落とす、落としました。それじゃなくて、あの、何の話でしたっけ？コートさん、なんか言いました？僕のさっき言ったことはダイダイ君には引っかかっていたようですが、なんて言いましたっけ？ダイダイ君はおためきを買って楽しんでいる様子ですよ、みたいな。思い出しました。僕そのゲーム推しの配信で全部見たので買ってないですよ。コートさん、僕があのゲーム買うわけないじゃないですか。だって知らない作者がその辺の同時に400円なんて払えないですよ。よかれたそば配信でやってたのでそれ見て終わりですよ。ああいうゲーム見たら終わりでしょ。別にストーリー分かっちゃったら自分で買う理由ないですよね。で、別プレイ動画みたいな進むように遊べたんだってことでしょ。ああいうゲームってプレイヤーの操作なんてクイズするしかないんですから。まあそうかもですが、よかれたそば面白くてあの時は何センスちゃいましたね。2000円投げてその選択おかしいやろって送っちゃいました。特に反応なかったですけど、選択違うやつ選んでたんで見といてくれたんだと思います。ダイダイ君、投げ銭はするんだね。いやー、ちょくちょくしますよ。メンバークラブにも入ってますし、来月1ヶ月になってバッチ変わるんで、来月で1年になってバッチ変わるんで嬉しすぎるんですが、ついに金のゆかりマークになるのね。今までいいんだったんですが。それだけダイダイ君自身が価値を感じているということでしょう。何にお金を払いたいと感じて、何に払いたくないかと思うかは人の自由ですから。ゆりかちゃんのどこが好きなの？ちょっと寝ぼけてるところですかね。ゲームの操作とか間違いがちなので、投げ銭でメッセージ送って教えてあげると反応してくれるので教えてあげたくなりますよね。そういうビジネスモデルなのか。つがいさん、本音出てるよ、本音。しけ、いや本当に可愛いんで好きな自由にあるんで見てくださいよ。ダイダイ君はそう言うと画面バキバキで半分剥がれた保護シートが宙にペラペラ揺れているスマホを取り出して、たくさんの解説を備えながら切り抜き動画を見せてくれた。いつも以上の早口で推しを魅力を語るその姿は本当に生き生きとして楽しそうだった。ってのが嫌すぎる。確かに可愛いね、ゆりかちゃん。本当そうなんですよ。ゆりかさんの可愛いところゲームで見せるとちょっとこのアバターの首をくしげるところがありまして、このシミスがガッチリ可愛いですよね。安倍線すごいですね。ビジネスとして成り立っていそうな。つがいさん、ダイダイ君めっちゃ楽しそうだし、まあ今回そんなことはどうこう言わなくてもいいんじゃない？ええ、そうですね。
少々おせっかいが過ぎました。まあどんな形のコンテンツにも敬意を持つべきなんだよね。ゲームにも配信にもその他にも。やっぱクリカと最高、本家のゲームより発言が面白すぎる。やっぱこいつマジでデリカシーないな。コンテンツ談義で盛り上がった一日だった。